までまずちょっとやってみようか。すごく雰囲気のいい音色を出しているところもあるんだけど、中間色でもうちょっといろんなことができると思うのね。だから要するに弱音の中でもうちょっと種類を作って、その中でいろんな表現をするっていう、なんかともするとちょっと音が出すぎてしまって、バランスがちょっと音色うまくて作れてないところがあったりするから、ちょっと最初のところちょっとやってみましょう。それがね、多分ね、で俳優歌い込むんじゃなくて、こうちょっと空間に音を遊ばせてあげるような、多分ね、そんなに抑えなくても、その弦がハムを打つでしょ、この弦がハムを打つ瞬間の点をちゃんとカツンと感じてあげれば、軽くてもそこの瞬間さえちゃんと感じてあげれば、音は空振りしたりしないからっていう、ちょっと遊びのある音色が欲しいわけよ。ちょっとこう魂こもりすぎてるわけっていうんだけど、ちょっともうちょっとこうふわっと遠くから眺めてるような、はい、うん、そう今の感じいいよ。感じはすごくいいんだけど、下が大きくなっちゃうの、バランス的に、キラキラキラっていうのがちょっと
気が入りすぎちゃって、なんかさ素敵じゃない、そうすると音楽がとってもなんかこう